えー、こんにちは、速塾の久保です。今日9月2日なんですけども私のホームジムをちょっとね整理しました今までの感じとはちょっと違ってきます牧場、えー、があってぐっと広いんですね使わない機材を廃棄して、えー、シンプルにしましたベンチがあってでダンベルバーベルがあるだけということですねここからですね 筋力力ではなくて力よりも技,です、ね、技にちょっとこだわっていこうかなと思いまして基礎体力作りはまあするんですけどもこの牧人を打ち込んでですね、まあ、英春剣にはなれないんですけども隠居剣即化 <laughs> 剣こんな感じでオリジナルの剣法になっちゃいますけどもまあねジークを目指してやっていこうかと思いますうん特徴的なのは あのデブでもいけるというねデブでも中高年でもいけるというのがこのカンフーの持ち味なんですよ。というのがね力だけではなくて技の中にまあ何と言いますかねパワーが宿るといいますかうん何かその昔コッポーっていうのがありましたけども堀部誠司のあの投志ってやつをどうも使ってるみたいでこの体の中に波を起こしてね大地を。 ししっかりと踏みめてあとは体の回転と、えー、それからインパクトの瞬間だけね力を込めるというところがまあそのミソになってるんですけどもその辺をねなんとかねマスターしていこうかなってところですねえー、この何もないですでここにちょっとねこっち半分は <laughs> なんかねえー、高校生の部屋みたいになってるでしょこっちの方もちょっと一新してですね 特にこの板の間にはちょっとね大和君のねあれを置こうかと思うんですよねはい鏡どうもいやー熱い汗かきましたじゃあこれからですね筋トレ5年やってきましたけどもこっからはマスターズ E で行こうかと思います いってらっしゃい。